中野に何回救われてるの。中野でこのカード2つ勝てたな。中野ありがとう。ありがとう。中野に何回救われてんねん。全身守備超勝ったんや。ミラクルやな。波の監督なら内野前進させとるかもな。今日のヒーローは中野やろ。盗塁戦の回儲けたな。笑いが止まらん。中野すごいわ。なんやねんこの試合。昨日の9回を進化させた形だな。奇跡がすぎるやろ。中野様様や。中野がヒーローや。今日は松山はこれがあるからな。ストレートに強いと言っても全盛期は過去の話や。ライト前抜けたと思った。今日は中野で勝ったわ。中野ありがとう。勝った棋戦でマジで。中野くん大活躍やな。ヒヤヒヤ勝利。今年の MVP は中野でええな。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。